見ろ、こんな夜更けに旅人か。あれはこの雨でよく見えないが、随分と立派な鎧だな。どっかの騎士が道に迷ったってところか。おい、そこの騎士さんよ、ひどい嵐だ、外は危ないぞ。軒先を貸してやるから家に来な。乾く魂をよこせ、再び我に。俺が全員殺したのか。眠っている間に邪剣が俺の体を動かしたというのか。クソ。我らが王よ、帰還をお待ちしておりました。デューラーか。王がここに戻られたことで各地に散ったイビルも再び集いましょう。数が減ったのは確かですが、何、これから増やせばよいことです。力を取り戻さねばならぬ。失われし我が破片たちを。手はずは整えてあります。破片を効率よく回収するためにも、まずは手駒を増やさねばなりますまい。任せる。我はしばし眠る。承知しました。では私はこれにて。少しずつ邪気に侵されているのか。俺が俺として目覚めていられる時間は一日にもうほとんどない。ならばせめてこの剣を邪剣から守ることだけでも。やあジーク、まだその剣を守っているのかい。邪剣の剣族ども、二度と来るなと言ったはずだ。釣れないな。一緒に旅をした仲じゃないか。最強の剣ソウルエッジを持つ若き騎士との旅、楽しかったな。失った全てを取り戻すため、最強の剣ソウルエッジを手に取り、オスマン帝国の侵略者たちを幾千と薙ぎ払う。神聖ローマ皇帝に認められ、君は歴史に名を残す。伝説の英雄と並び、偉大なる騎士として。君次第で父上を生き返らせることすら可能なんだよ。まだ旅は終わっちゃいない。さあその続きを楽しもう。黙れ、俺はもう惑わされない。命は決して戻らない。
貴様らの言葉など都合のいいまやかしに過ぎん。手がないわけでもないけどな。たかが人間の一人や二人。ま、それなら君がまた協力的になってくれる方法を探さないとね。ソウルエッジが困っているんだよ。人の体を乗っ取っておきながら今さら何の協力が必要だと言うんだ。ソウルエッジの本質は武器だからね。宿主がその気じゃないと本気が出せないんだ。それに君が守っているその剣もそろそろ返してほしいし。返すだと？この剣を明け渡した覚えはない。貴様らが俺の肉体を奪うならばその間はここで抵抗するまでだ。どうしようかな。君にもっと深い絶望を与えれば抵抗をやめてくれるかな。そうだ、君を慕っている仲間たちがいただろう。どうやら彼らは君の作った弾を頑張って守り続けているようなんだよ。敬愛する父上の首をはねて君がみっともなく逃げ去ったあの日からも。俺の心を盗み見るだけでは飽き足りないのか。あいつらまで監視するとはご苦労なことだ。僕らもめんどくさいんだけど、それが存在理由だからね。それより随分人望があったみたいじゃないか。いいことだよ。サリアだっけ、君が助けてあげた女の子は。団長代理だなんて言ってさ、けなげだね。人間らしく言うなら泣けるよあの子を君の手で葬ってやろうか。君の父上みたいにさ。それとも誰かに命じようかな。ヨハンにしようか、カーティスがいいかな。試してみろ。俺の体とこの青い剣の両方を失って構わないならな。まさか僕らを脅す気かい。やっぱり君は面白いよ。まあいいや、まだやることがたくさんあるからさ。またね、ジーク。奴らがそばに寄るだけでここまで邪気が高まるとは。ナイトメアが俺の体で虐殺を行うのを少しでも防ぐこと、この空間で剣を守り続けること、両方続けるのも限界が近い。何かが聞きかけが必要だ。ソウルエッジが俺とこの剣から注意をそらさざるを得ない、そんな瞬間か。我が王よ、巨人剣ヨハン・デューラー帰還してございます。ゴルフクローネはどうだった？王女ヒルデガルトに付け入る隙はなく、軍隊も盛況。しばらくの間は絡めてで国力を削いでいくのが良いでしょう。ギオルク王の回収も残念ながら達成ならず。しかし我らの手駒とする価値が非常に高いことは変わりません。巨人剣も苦労しているみたいだね。まあビルヘルムのやつが利き腕を使えなくなったのはお手柄かな。ビルヘルム、粛清剣もあのネクラ男は知っているだろう。はあ、いや
わからない。ごめんね、余計なことを言ってしまったかい。ま、僕にとってはどちらでもいいことさ。我が破片はどうなっている？多少邪魔は入ってるけど心配はいらない。各地の破片は一つ一つがそれぞれの地に邪気を振りまき、災いの種子となって十分な力を蓄えている。熟した果実を集めた方が僕らも楽ができる。そうだろう？よかろう。力を満たし次第回収するがいい。巨人剣と粛清剣は守兵を増やし、強き魂を集めよ。Chosen by history, a man becomes a warrior. Engraved into history, a warrior becomes a hero. Transcending history and the world, a tale of souls and swords eternally retold. And history turns to a new page. Our story takes place in the 16th century.